クジャク蝶は、蝶目縦蝶片手葉蝶赤に分類される蝶の一種。名の通り羽の表側に、クジャクの飾り輪のような大きな目玉模様を持つ。羽の裏側成虫の全子長は26から3 2ト、mm、ル4枚の羽の表側前縁にそれぞれ大きな目玉模様がある。目玉模様は、水色の小さな反転を含んだ黒い大きな反紋で、その周囲を、 紅白色の缶、さらに外側を黒の缶が囲む。この目玉模様は、鳥類などの天敵から身を守る効果があると考えられている。また、目玉模様がクジャクの飾り輪を思わせるので、クジャク蝶の和名があり、英名でもクジャクと同じくピーコックと呼ばれる。目玉模様以外にも、羽の表側は鮮やかな赤褐色で褐色の縁取りがある。一方、 羽の裏側は褐色で、羽の付け根を中心とした同心円状の細かい縞模様がたくさん走っており、表側のような鮮やかさはない。枯葉や樹皮に止まって羽を閉じると擬態となり、周囲との見分けがつきにくい。ヨーロッパから中央アジア、中国、朝鮮半島、日本、カラフト、シベリアまで、ユーラシア大陸の温帯、アカン帯域に広く分布する。 広い分布域の中で、いくつかの亜種に分かれており、このうち日本を含む東アジアに分布するものは、亜種、アヤアンゲイシャとされている。なお、この亜種名ゲ者、シャは、ゲ者シャに由来し、鮮やかな羽の模様を着飾ったゲ者シャに例えたものである。ヨーロッパでは、低地から標高2500メートルの鉱山まで広く、生息し、馴染み深い鳥の一つだが、日本では、滋賀県以北に分布し、 北方系の種類として位置づけられる。本州中部では標高の高い山地でしか見られないが、東北地方や北海道では平地でも見られる。なお九州は分布域から外れているが、1977年と2004年に鹿児島市、1998年に津島と合計3回記録されている。これらは大陸からの名調か。 愛好家の手によって放たれたものと考えられる。森林の周辺部や草原に生息する。成虫の出現期は4から9月で、この間に2回発生する。冬も成虫で越冬し、早春にはキベリタテハやシータテハ、ヒオドシチョウなどと共に飛び始める。成虫は各種の花によく訪れるが、樹液や腐った果実にやってくることもある。 2012年1月17日に長野県上田市の雑木林の日黙りで通常よりかなり早く姿を現しているのが確認された。幼虫はクワカのホップ、カラハナソウ、イラクサ科のホソバイラクサ、エゾイラクサ、ニレ科のハルニレなどを植草とする。幼虫は全身が黒く長い突起が体の各所に生えた毛虫である。サナギは 紅白色から淡かし色をした防水型で腹部に短い棘が縦に並ぶ。日本では神奈川県でレッドリストの気球種の指定を受けている。ありがとうございます。